お金を学べる SNS ポストプライムこんんにちは、YouTube、の皆さん高橋ダンですもう呆きれましたよ、ウォール街モルガン・スタンリー、シティグループ、ゴルマ・サックス、ジェビモーガン、ここで全部批判の新しい分析が発表されてる、僕は完璧逆をするべきだと思います、それと実は皆さん、今は巨大な暗号資産の提訴がコインベースと実はバイナンスに来てる、いや、これ全部僕の経験だと逆です。 買うべきだと思います今日の一番重要なニュース、僕の予測も、えー、アナリシスも話していきたいと思います。現時点6月の7日、僕は元アメリカ育ちニューヨークでヘッジファンドを創設して売却してから世界旅して YouTube、今ポストプライムテレビ東京のーサテとか、えー、WBS にも出演して今5つの本も執筆しています。概要欄の方のプロフィールを見てチャンネル登録、いいねボタン、応援をよろしくお願いをします。今日は様々なテーマをかましたいけど、まず皆さん、報告です。金曜日ライブ配信をします10時20 分ニューヨーク相場が開く5分前、ぜひライブを僕のポスプラチャンネルで見に来てください。こあ特に皆さん、ここ数日間、うん、プライム登録の皆さん、ラッスル指数が大当たりでした。おめでとう。マザーズも結構数パーセ5%ぐらい当たってる。韓国指数も3%。それと実は、砂糖も結構今週は当たってますね。3%ぐらい。僕の一番好きなこういう特殊なアイデアは、長期も短期も ここだけで話してます。ポストプライムです。概要欄のリンクで、ぜひ Web アプリ遊びに来てください。無料だけでも使えるアプリで僕が創設者です。で、僕のチャンネルの方では、これから小さな値上げを、はい、ようやくやっとします。で、値上げをする前に、今無料体験をすれば、今の低価格がずっと永遠に維持される仕組み。 ラストチャンス、あと数日後にやるので、ぜひ皆さん、無料体験しに来てください。何もお金かかりません。特に、ゴールドメンバーを持っていれば、すべてのチャンネル、僕のチャンネルも含めて25%割引です。プラス2000コインももらえる。これ2000円の価値がある。それとこういうお金を生み出すチャートツールが使えます。どのチャートでも、皆さん、例えばラッスル指数を見て、この緑の投票率が38%低かったとき、その1週間後にちゃんと ボトムを押して大きく上昇してます。すべてチャートを見るより通知を全部設定すれば低い時高い時に設定してちゃんとアプリに通知が届いていつ買うかいつ売るかちゃんと教えてくれるんです。 これがお金を生み出すパワーのツールです。使い方分からなければ、完璧無料な投稿、僕のポスプラチャンネルの一番最初の固定投稿の6分44秒から聞きに来て習ってください。これを使えば誰でも初心者でも数百、数千、数億円の資産を貯めるすごいパワフルなツールだと思いますし、こういうお金を生み出すツールっていうのは通常ウォール街だと数百万、数千万円ぐらいかかるけど、ポスプラの方だとこれは全部 無料体験。で、ゴールドメンバーシップが使えるので、ゴールド無料体験。概要欄のリンク、ウェブサイトが一番安いので、試しに来てください。 あとは皆さん、教育コースもいくつかリリースしてますので、このコースも全部数年間ずっと価値が、まあ、何も変わりません。し、すべて全部レクチャーが最初は無料です。なので、そこもウェブサイトのみ遊びに来てください。英語チャンネルも今日は実は暗号資産の戦略を YouTube で配信したので、そこも概要欄の方にあります。Guys, what is Wall Street thinking? 何を一体ウォール街は考えているのか。巨大な批判が今日いくつかあった。で、そこを今日一つ一つと話して 話してなぜ僕は大反対をしていて今は実は買い時なのか暗号資産も株も債券も全部買いと思いますそこを今日話していきましょうまずはモルガン・スタンリーの方のこちらのノートがちょうど昨日発表されたばかりですでモルガン・スタンリーによると特に Earnings per share for the S&P 500 are set to drop 16% this year 特に S&P 500アメリカの株価指数 の平均の一株当たりの利益は今年で16%下がる予測。つまり利益が下がってるんです、一株当たりに。なので、今は買うべきではない。earnings、利益が下がってる状況。この一株当たりの利益のラインが黒です。 下がっています。それと比べて、実際株価、S&P 500の株価、価格は上がってる。普通一緒に動くはずなのに、なんでこんな大きな下がるのか。モルガン・スタンにーはこれがおかしいと言っている。株価を買うなと言ってます。City Group と JP Morgan。もうこれも数日前のノートですけれど、 アメリカの財務上限問題が解決した。上限を上げた。だからこれからアメリカ政府はいろいろと新しい債権を発行しに行く。お金がないのでお金もっと借りに行く。そうすると大体買い手はアメリカ銀行。で銀行がどんどんとお金を使って預金が減るときにはこういうことが過去にも起きたことある。過去にこれが起きたときに歴史的に見ると大体特に97日後は 米国の価格株価の価格がなんと中央値では10%程度下がる予測がある。つまり銀行の方でお金がなくなり銀行の方で特に株を買う材料資金も低くなりこれは流動性、リクリテクランチお金が低くなるときは歴史的には マネーが少ないときは株価は上がりにくい、下がりやすいという歴史もあるということを批判しています。その上にゴールドマン・サックスもう今はマクロファンド。マクロファンドというのは特に中央銀行とか地方地、地政学リスクとか政治リスクとかそういうもうちょっとマクロの観点で大きな株価指数とか FX を取引しているファンド。マクロファンド。 のグローバルエクティ。まあ、グローバルの株に対してのポジションが今、歴史的に高いと言っている。2021年と同じぐらい高さ。2021年の12月に米国株はトップして下がりました。これ全部読んでも、あ、終わりですと思うよね。No. 何を考えてるんですか、ウォール街。僕は逆だと思います。これから上がると思う。しかも、債券も株も上がると思います。まず、ちょっと戻らなくちゃいけないのは、なんで、なんで、なんで、今いろんな株価は、例えばこの2年間下がってるのなんで、なんで、いろんな企業の利益も下がってるの ?It's very, very simple. 理由は中央銀行が利上げをしていたからです。It's that simple. で中央銀行がここの1年半利上げをした結果でお金を借りるのが難しくなった。お金を借りるのが難しくなると利益を出すのがもっと難しくなる。中央銀行が利上げをすると大体株価は下がる。しかも中央銀行は米国債も売っている。 なので、債券も売りやすくなる。下がりやすくなる。ここのチャートを見ると、米国の10年債券の価格が青。米国の株価の価格がオレンジ。大体いい一緒に動いてますね。相関係数がここの下の赤なんだけど、大体いいロ以上というのは一緒に動いてます。今、大体いいここの数年間見ると、特に1年半は、 米国債券と価格は一緒に動いて,て、で、大体ダウントレンドに下がってる。で、理由はもうほとんど一つ同じ中央銀行が利上げしてるからです。これが今終わってきました。終わってきたっていうことは、これから逆が起きると思います。で、ウォール街ここを今見ていて批判してるけど、 未来を見なくちゃいけない。中央銀行の利上げっていうのがどんどん終わってきました。で、終わってくると、まず債券が復活する。債券が復活すると、おそらく株価も一緒に復活する。ここは全部僕は実は、今は徐々に買うべきだと思います。皆さん、去年、例えば世界の国債の債券のパフォーマンスを見ると、1865年以来の巨大なネガティブなパフォーマンスでした。 今はすごい買い得意ですよ。ピンコっていう世界の巨大な債券投資ファンドも今は14年ぶりのポテンシャルを持ってる。債券はもう超安いと言ってます。僕も何回も言ってるけど今は債券は買いだとも長期投資で4%近くほとんどゼロリスクなら 買うべきだと思います。株も一緒に上がると思います。まあそこを今日もっと展望していきたいと思います。債券を取りしているのは僕は IG 証券を使ってます。で、皆さんもご存知通り今は特別のキャンペーンを IG とポストプライムでしてます。これをどれだけ続くかわかんないです。皆さん終わる前に使ってください。このリンク、下のリンクを使えば皆さん IG 証券で新規アカウントを作れば コインをもらえる。3000コイン。3000円と同じです。すでにアカウントを持っていれば、例えば家族のメンバーで新しい名義、で新しい口座、でちゃんと身分証、証明書も全部アップロードして、承認された後にコインがもらえます。そんなに時間かからないです。もう5分以内で多分すぐできるので、ぜひ皆さん、概論のリンクを使って、 このコイン。it's free money. 取りに来てください。最近も取引できるし、まあ、ここは良い証券会社だと僕思います。オレンジジュースとか、ボラテリティとかも取り引できて、5万円のキャッシュバックもらえますので、僕は悪い証券会社だったら絶対おすすめしないし、YouTube を始める前から使ってるので、ぜひこの特別キャンペーンがある間、なくなる前に使ってください。I also w a n n a talk about これ、アメリカの中央銀行が特に 利上げを止めたら全部また上がるっていう理由だけではなく、ポツポツウォール街が言ってることに穴が僕はあると思うんです。まず一番でかい穴は、OK、このボラテリティ指数っていうのが今13.95ですよ。ウォール街がこう言っている OK、銀行がお金がなくなる。それとか、今は先ほど言ってたように利益がこれから低くなる。 これってほとんど折り込みされていると僕は思います。みんなもう知ってる情報。で、株価、相場は僕の20年間の経験でいつも未来を見ている。今じゃない。で、折り込んでるものと折り込んでいないものを区別するのが一番の鍵。折り込んでるもの、折り込んでいないもの。ここは特にセンチメントで読むことができる。で、ボラテリティ指数でも読むことができる。このボラテリティ指数は変動率でもあり、 恐怖率とも読める。今は13.95です。これを見ておると、2021年のボトムをも下抜けてしまいました。で、なんとコロナの前の水準、2020年の2月に、初めて3年半ぶりに戻りました。ほとんどメディアで出てないけど、巨大なココアニュース。VIX 指数が14を下抜けた。 ことを見ると、今は相場は上がりやすい状況です。ボラティ指数が低いってことは、マーケットは今、つまんなく徐々に上がるときだと思います。で、徐々に多分、上がり続けると僕は思います。はい。なので、僕のチャンネルでも言ってたように、も僕は、はい、もういろ,いろんなことが好きですね。チャンネルで見に来てくれたらラッスルとかマザーズとかたいまあいろんなもの見てます。だけど、 米国株価指数を見ても、この S&P 500は今、徐々につまんなく、すごくゆっくり、ここの数ヶ月間上がってます。マックリーもここを見ると、上昇トレンドですね。青がオレンジの上でクロスしてます。投票率を見ると、 なんか徐々に上がってる。特に週足を見ると、もともと4月では34、ちょっと低かった。徐々に徐々に徐々に上がって、今72%です。まあちょっと高い。だけど歴史を見ると、だいたいピークが80%台なんですね。もうちょっと行けるでしかなんか。It's like a very slow climbing a wall of war. 心配の壁を徐々に徐々に上るというのがウォール街の昔からの覚言なんですけれどちょっとだけ心配が残っている特にウォール街のアナリストがみんなすごい批判しているきにはまだちゃんと心配が残っているので全部上がりやすいと思いますなので僕は株価は上がり続けると思うしかもウォール街でもう一つここノートがあったんです バンクアブアメリカっていうもう一つの大きな投資銀行がある。まあ実は僕の一番好きな投資銀行。一番好きなアナリストが、特に元メラリンチのマイクル・ハートネットっていう方がいるんですね。彼が、えー、まあわかんないが部長かわかんないけど、i s very high up. ですごく良いチームを作ってる昔から。そこの調査によると、今の4週間の平均のプライベートクライアント、個人投資家の 入出金を見ると、今はすごい出金、お金が出てる。もう売りがすごい出てる。統計的には、今これがすごく大きくと、売りになってることがこのチャートで見えます。はい。まあ、スタンドデイビジュージ、標準偏差。二つの標準偏差離れてるっていうことですね。まあ標準偏差が離れてるってことも、滅多に起きないことっていうことです。これがすごい売られてることは、 買い時ですよ。コロナの時も同じ時でした。2013年の時とか、リーマンショックの時もこれもよく売られてた。大体批判ムードの時には、ボトムです。株は買いに行くべきだと思います。はい。で、どこまで買うのか。まあ特にここは長期投資、短期投資にはよると思うんだけど、僕は債券は巨大な買いだと思います。 株も買いだと思います。ただし、僕の考え方だと、この緑のチャートがもう神だと思います。これを使って、徐々に徐々に毎月少しずつ株でも債券でも買っていき、特に緑のチャートが低い時には通常よりもっと買う。例えば、毎月10万円米国株に積み立て投資をします。毎月毎月、もうこれから何十年も何十年も。ただし、この投票率が 低い時には20万円か30万円にする。通常よりもうちょっと買う。投票率が高い時にはその月はスキップする、買わない。こんな簡単な操作をすればパフォーマンスはすごい上がります。で、米国株というのは、まあ歴史を見ると大体 HashToken Returns はここのまあ 例えば1957年から見ると平均に11.88%上がる。で僕のやり方でセンチメントが低い時にもっと買って高い時にはあんまり買わない。だけど積み立て投資をやるとこの11.88%以上のパフォーマンスが取れると思うつまり12%以上のすごい簡単なパフォーマンスがこれで取れるし今は完璧逆で積み立て投資を続けるべきだと思います。 その上に、今日は、実は、もう一つ面白いニュースがあった。ここをハイライトしたい。暗号資産。今日は巨大なニュース。ウォール街とちょっと離れてるけど、またまたこれも結構すごい悪いニュースでした。アメリカ SEC、これは取引委員会ですね。まあ、日本の金融庁と似てるようなもんが、コインベース、コインベースはアメリカで一番大きな暗号資産の取引業者です。 を提訴したこれは初めての提訴じゃないけど今回の提訴は大きい仮想通貨企業の統制を進める動き特に戦術にこの同じ SEC 取引委員会は世界の一番大手の交換業者バイナンスも提訴した理由は大体似ているすごいでかい提訴で 一番でかい暗号資産の業者たちをアメリカでも世界でも攻撃して、ステーキングは有価証券であると言っています。で、証券法順序ならびに不正に得たとする利益の放棄を同社に義務づける名義を出すと求めています。すごく強い動きだと思いますよ。皆さん、これは。very, very strong. ステーキングっていうのは特に、例えば暗号資産を買って、交換業者に預ける。と、交換業者が、利子を払ってくれる。債券みたいなんですね。預けると払ってくれる。これはもう有価証券ですよ。ちゃんと申請して取引を、あの、あの申請をして、ちゃんと届出をしてくださいと言ってる。その上に SEC、これが SEC のトップのゲンスター氏が言ってるのは、 他のアルトコインもおそらく有価証券だろうと言ってます。ソラナ、カルダーノ、メイティック、ポリゴン、ファイルコイン。These are big, big, big 暗号資産。すごい有名なもの。で、そこのニュースを受けて今暗号資産業界は大パニックです。大,大大大大パニック。だけど面白く、面白く、ビットコインは昨日急落をした。 で、そのすぐ後に、数時間後に急騰しました。48時間前と比べて同じ価格です。2万7000ドルです。僕の考えはすごいシンプル。昔からも言ってたように、暗号資産はキング。一番重要なのは一つ。ビットコインです。本物の分散型。 はビットコインだけしかない。他は全部、イタリアももう好きで、イタリアも確かに少し分散型と呼べるけど、大体後ろに組織が立っている。ビットコインは組織が立ってない。本物の分散型です。最初の暗号資産。で、これからもいつも一番重要な暗号資産。で、有価証券としては二度とならないはずです。 ステーキングができない。で、ビットコインは、ハービングビットコインを生産するとき、マイニングって言うんですね。で、なんか鉱山の中に入って、なんか何か掘ってビットコインが出てくるってわけではなく、コンピューターを使って、すごい早い高額のコンピューターを使って、難しい算数の問題を解決して、ビットコインが生産されるんです。だけど、ブロックごとにどれぐらいビットコインが出てくるかっていうのが決まってて、その ハービング、それが半分にされるんです。一ブロック。4年間に1回。で、次回が2024年の3月になる。あと9ヶ月ぐらいです。ハービングがこの青い線。過去を見ると、ハービングがあるときには、必ず、ハービングの前の数ヶ月間は、まあ、1年ぐらいは上がってる。ハービングの後も上がってる。一番の上がりやすいのは、今みたいな時。 長期投資で見ると今みたいなニュースは確かに暗号資産業界いろんなアルトコインにとっては怖いです。だけどビットコインはまだまだ積み立て投資をするべきだと僕は思います。はい。まあなので皆さん特にビットコインに対してもっと詳しく僕は YouTube の英語チャンネルでも話してます。YouTube の英語チャンネルでは僕が使ってる一番好きな暗号資産の証券会社もうそこだけで話してる。なのでぜひガールの方でそこも YouTube、英語、完璧無料、数分だけなので、見に来てください。OK、そこを今日全部一緒に結論として話していきたいと思いますし、まあ、今日のマーケット、これからのニュースを見て、特にダンは何を考えているのか、ウォール街がこういうふうに批判しているときに、どういうふうに見て、これからどういうニュースを見るべきなのか。まず皆さん、今週はそれほど大きな経済イベントはないです。ね。 まあ今日は特に、ああすみません、昨日はオーストラリア中銀の決定会合がありました。小さな利上げをした。小さな利上げをしました。本当は利上げが予測されてなかったのがちょっとここはびっくりでした。オーストラリア中銀は利上げをしてしまって少し相場はびっくりしてましたね、はい。金曜日に中国のインフレ率が発表される。 それ以外は今週はそれほど巨大なニュースはない。だけど来週はいっぱいゴロゴロニュースがある。来週はまず13日にアメリカの消費者 CPI、消費者物価指数が発表される。このニュースが出るときに時々アメリカ株価指数は1日に5%、7%も巨大な動きが出る日。次の日に14日にアメリカの生産者物価指数も出る。これも結構相場を動かす。で、15日、 日本時間の朝には中央銀行の決定会合のニュースが出ますし、プラスヨーロッパの中央銀行の決定会合も出るし、金曜日は日本の決定会合も出る。来週はもうクレイジーです。ニュースイベントだらけ。なので僕の考えは、今みたいな相場は、ボラテリィティが低い。 徐々に徐々に毎月買っていきましょう。長期投資で徐々に徐々に買いましょう。あんまり今は恐れるべきではないと思います。ウォール街がどういうふうにどういうふうに批判しても、長期投資ではあなたは老後資金のために何十年の先のために資産は7割から9割ここに入れるべきです。で、株も債券もコモルティも暗号資産も徐々に徐々に買っていき、特にできれば 投票率が低い時に通常より2倍買って投票率が高い時はあんまり買わないっていうのをここを毎月毎月1回だけやっていくこれをもう何年も何年もやると巨大な資産が生まれます It's so simple で長期投資はレワラジを使わないこういうちょっと変なことはやらない分散投資をするえ、本当に keep simple,keep light 投票率が低い時にもっと買うをすると本当に資産は 上がると思うし今、ウォール街の警戒は僕は逆をするべきだと思う。これが長期投資。短期投資は資産の1割から3割。短期と長期は別々です。長期は誰でもやるべき。何十年も先。短期投資っていうのは、週に1回とか数日に1回、特に月に1回だけの取引。空売りもする。いろんな波に乗る。上がったり下がったり。僕は今、今週はいろいろと短期投資をしてます。 何をしてるか知りたければ、ポスプラチャンネルで見に来てください。だけど、多分来週の月曜日にいろいろとポジションを縮小する。なぜかというとイベントがいっぱいあるから。で、短期投資はもちろん波にいろいろ乗っている。ので、これからポジションを縮小しに行きます。しかし、縮小しているとも短期投資は全然今はやめるべきではない。ボラティティが低いときには、 そんなにでかい動きはそもそもないと思う。今は通常よりポジションをもうちょっと大きくしていいと思う。ボラティリティが高い時には怖いです。通常よりポジションをもうちょっと小さくしなくちゃいけない。すごい動きがあるので危ない。今は通常よりもうちょっと大きくしていいと思います。そんなに大きく動いてない相場。なのでこういう風うな調整が長期と短期で僕は妥当だと思っています。 はい、なので、ぜひ皆さん、まあ、僕のライブ配信も金曜日にもありますし、こういう投票率のツールは本当に S&P500 の積み立て投資でも、それでも例えば日経平均の積み立て投資でも、投票率も同じくチャートが使える、ドル円でも使える、ゴールドでも、原油でも、ビットコインでも使うので、ぜひこのツールを使って、アルファ、つまり強いパフォーマンスを出してください。全部ゴーールドメンバーシップでで無料で 概要欄のリンクで試すことができます。Thank you so much, guys. Hope you enjoyed this video. これからも YouTube チャンネル登録、応援をよろしくお願いします。だんだんと暖かくなってきましたね。特にちょっとこの頃僕も汗をかいています。まあ、だけどいろいろと楽しみが僕の人生に増えてきたので、ここからの3ヶ月ぐらいは僕にとっていろんなイベントがいっぱいあります。会社の方では 初めての AI の人工知能をリリースする。たまごっちみたいに進化して話してくれる AI。チャット GPT ができないもの。フェーズ1。フェーズ2は話したら話し返してくれる。しかも面白いチャートを見つけてくれる。投資がわからない人にとっても簡単にも見つけてくれる RSI とかマク c d とかボリンジャーバンドとか。で、フェーズ3で僕が考えているのは AI が今まだ世界で誰でもできてないことはやっぱり友達になれること話したら冗談もある AI がムードがあるちょっと疲れてる日もある怒ってる日もある嬉しい日もある何でもかんでもいつでも話せるものこれが鍵で世界日本は変わると思うなのでこれがまあ僕に対しての今すごい大きな ファッションと楽しみです。おこれを今、ポスプラで作ってます。それ以外には、9月に娘が初めて生まれるので、父親になって、10月には初孫に会いに来るために両親が来ますし、11月にはまたボストンに戻って、20年の記念日で高校生の友達と、ここ450人ぐらいかな、集まるみたいです。なので、まあ、 楽しみがこれからいっぱいあって幸せで頑張って僕も毎日配信をしてます。皆さんも頑張って嬉しくポジティブに人生を進めましょう。嬉しくポジティブにマインドセットです。You think positive, things are going to get good というふうに考えると本当に人生は良くなります。マインドセットが一番大切だと思います。お金、人生全部本当にメンタリティだと思います。 これから一緒に頑張っていきましょう。Thank you so much. I love you guys all. ありがとうございます。